単細胞になるのと。単細胞じゃいけないよと。いうふうなことを言ってます。1.3%、600兆円来て、ああ、これで万歳万歳、日本経済万歳、大安泰。全然違いますからね。全然違いますから。もっと上を目指す、もっと全力を尽くすということを我々考えなきゃいけないんですよ。はい、皆さん、こんにちは。ファインのクガイです。今日はですね、12月23日ですね。まあ、明日、明後日、クリスマス関連の、まあ、イベント。まあ、個人的にも、あるんじゃないですかね。私は全くないですけどもね。まあ、年取れば取るほど、クリスマスなんて、まあ、あんまり関係なくなりますからね。と、まあ、そういうことで、今日はですね、まあ、久しぶり GDP のお話ししたいと思います。でですね、これ記事なんですけども、12月21日、木曜日、おとといですか。おとといの FNN プライムオンラインのウェブ版からなんですけどもね。来年度 GDP、過去最高の600兆円超。実質成長率 1.3% と。まあ、政府が経済見通し発表したということなんですけどね。まあ、600兆円行くと、来年。まあ、行けばいいですけどね。もう行かないより行った方がいいと思いますけどもね。ただ、この記事を読むにあたって注意点2つあります。ね。で、まあ、まず記事を読んでいきましょう。どんなことが書かれているのか。政府は21日、来年度の GDP、国内総生産が600兆円を超え、過去最高になるとの経済見通しを明らかにしたと。政府が閣議了承した経済見通しによると、来年度、まあ、2024年度の GDP 成長率は、物価の変動を除いた実質で 1.3% 程度が見込まれ、金額ベースでは600兆円を超え、過去最高になると見込まれると。岸田政権が打ち出した総合経済対策が、個人消費や企業の設備投資を下支えし、国内需要が伸びることが要因として、と、まあ、あるんですけどもね。まあ、特にこの最後ですね。岸田政権が打ち出した総合経済対策が、個人消費や企業の設備投資を下支えし、国内需要が伸びることが要因としていると、まあ、ありますけども、この下の部分、これ、つまりこれこういうことですね。個人消費とか、経済の企業の設備投資、これが増えれば、まあ、国内の需要が伸びて、GDP アップするよという話ですよね。じゃあどうすればいいのか、もっともっと、ということはもっともっと伸びしろあるということですね。個人消費、伸ばすには一番いい方法、消費税廃止ですからね。これをガーンってやる。そうすると 2% から 3% ぐらい GDP アップするんじゃないですか。さらに、その、企業の設備投資、ガンガン。まあ、下支えするのと同時に、まあ、企業にも、まあ、まあ、設備投資として、まあ、補助金やらないやら、やるのかもしれません。財源は国債ですよ。財源は国債。で、それプラス、間接的に、例えば企業の、その生産性をアップさせるために、道路整備だとか、いろんなこと、つまり、公共事業ですね。公共事業にも投資する。そういうふうなことをやれば、また 2%、3% アップする。合計するとやっぱり 4% ぐらいアップできるんですよね。消費税を廃止して、適切な財政出動を行えば、4% ぐらいはアップするんですよ。ということを踏まえて、まず要点そのうち。まあこれ見通しなんでね、当たるも発見、当たらぬも発見です。予想あたりいくらでも言えますよ。来年度日本の GDP 700兆円いきますとか、800兆円いきますとか、嘘になるかもしれませんけどもね。言うだけならタダですから。だから、まあ、ぶっちゃけ当てにならないってことです。600兆円いかない可能性もあれば、600兆円超える可能性がある。ただ一つ言えるのは、この場合、この日本政府は、自民党公明党のこの政府与党、これは、600兆円超えたら、またおかしな政策やってきますよ。それで600兆円からダウンさせる。600兆円前後のところ、行ったり来たり、のらりくらり、させようという魂胆が見え見えですよ。この政府は。それじゃ意味ないんですよ。600兆円で止まったら意味ないんですよ。我々日本国民の生活を向上させたい。もっと豊かになりたいんであれば、700兆、800兆。倍の1200兆。もうそれ以上、目指さなきゃいけないんですよ。今の生活を打破するんであれば。なんでね、まあ、あくまでも予想は予想です。何十年後に、GDP 4位の国が3位になるとか、何十年後に GDP 2位の国が1位になるとか、そんなの誰だって言えますよ。
言えるし、外れたら別に、行った人死刑だとか、そんなのならないですから。ええ。と、まあ、そういうことでね。まあ、当たるも発見、当たらぬも発見。まあ、話半分に聞けということですよね。ただ、話半分に聞くだけじゃ面白くないんでね。じゃあ、具体的に、まあ、どうしようというのが、この、注意点2です。注意点2。ここでは、1.3% ですよね。ええ。まあ、実質成長 1.3% ぐらいするんじゃないかと。いうふうなこと言ってますけども。まあ、金額ベースで600兆円超えると言ってますけども。この 1.3% に甘えてはいけませんよ。ええ。世界的に見れば 1.3% なんて低い数字ですから、成長率としては。ええ。やはり日本経済、日本国民の生活豊かにするには 4% ぐらい欲しいですよね。ええ、4%。それを20年連続で続ける。そうすると今の倍以上の GDP が見込まれる。ということは、おのずと、倍以上の、まあ、倍に近い税収入も見込めるということです。倍近いっていうことは、まあ、100兆円、110兆円ぐらい見込めるということですよ。GDP が倍になれば。当たり前ですけども。ええ。たとえ消費税廃止して、それで倍になったとしても、それぐらい見込まれるという話です。ええ。まあ、見込められなかったら、見込められなくてもいいですよ。ええ、税収。ええ。なんでね、やっぱり、1.3% とかっていう数字で、満足しちゃいけないということです。要は、私昔から言ってますよね。単細胞じゃいけないよと。単細胞になるんだと。単細胞じゃいけないよと。いうふうなこと言ってます。1.3%、600兆円来て、ああ、これで万歳万歳、日本経済万歳、大安泰。全然違いますからね。全然違いますから、ね。もっと上を目指す、もっと全力を尽くすということを我々考えなきゃいけないんですよ。やっぱりね、私何回も言いますけどね、旅系の YouTuber の、その YouTube 見てる、よく見ます。タイだとか、なんとかとか、確かにあそこら辺は経済、成長率高いですけども、その国が、その国のその国民が、どんだけ、なんていうかな、その国の経済成長を願ってるかとか、するために、なんか、こう、考えてるかとか。そういう風なものが見えないんですよね。何人とはあんま会えていませんけども。でもまあ日本人はそれじゃいけないと思うんですよ。もう今でさえ切羽詰まってる。もう30年もね、経済成長してないから、もうみんなフラストレーション溜まってる。だからここで一気に経済成長させるんであれば、やっぱりそれなりの経済成長の、その、まあ、計画とか、そういった道のり、マップロード、それをね、まあ、持つことが必要なんですよね。で、一人でもいいです。まあ、おぼろげに、こうやったらいいんじゃないか。ああなったらいいんじゃないか。で、そういう風なマップロードを与えるために、ぜひ、私の動画。与えるとか、持つために、私の動画、見てもらいたいんですよね。まあ、一つの指針としては、消費税廃止です。あともう一つ財政と。ここに書いてありますからね。個人消費、設備投資を、これを伸ばせば、国内需要が伸びることが、伸びていくという書いてありますからね。裏を返すと。だったら、それだったら消費税廃止。そして財政出動。いろんなところに投資するんです。設備投資にしろ。研究開発費、軍事費。いろんなところに投資するんです。で、消費税廃止したから、社会保障のお金、どっから出るんだって言ったら、そう、財源は国債ですよ。税収は財源にはなり得ませんからね。もうね、何回も、私の動画見てくださってる方だったら、もう何回もわかると思うんですよ。あ、もう同じこと言ってるなと。でも同じような記事が出てるから同じようなことを言うだけであってね。やっぱり繰り返すってことが必要なんですよね。と、まあそういうことで、GDP600 兆円。まあ、注意点は、600兆円言ったら政府おかしな政策するから、そうしたらまたガンガン言おうと。で、1.3% に、まあ、で、喜ぶんじゃなくて、4%、5%、それ20年続けた時に喜びましょうよ、というふうな、ことを言いたいです。まあ、この記事を読んでそう思いました。と、まあ、そういうことで、今年、こういうふうな動画は、おそらく最後、あともう一回撮るか撮らないかになりますね。まあ、年末は、毎年恒例の、まあ、総括の話になりますね。世界情勢、あと国内情勢。世界情勢、国内情勢。まあ、この中に、まあ、スポーツも含まれますけどもね。スポーツの情勢。あと、まあ、最後は、まあ、私個人の情勢。で、来年の初めには、このチャンネルの抱負、まあ、伝えるということで、まあ、年末年始、立て続けて、また動画、どんどん上げていきたいと思いますけどもね。またね、大きな動き、面白い記事が載ってたら、まあ、言いたいと思いますけどね。動画アップしていきたいと思います。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。ちなみに、これ、OK でも、ロピアでも
売ってます。半熟カレーせんべい。ちょっと、ぬれせんべいみたいなんですね。ぬれせんべいのカレー、カレーせんべいバージョンみたいな。柔らかくてしっとりとして美味しいです。とまあそういうことで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アストマニアナ。